ニコチン酸とは、ピリジンカルボン酸の三つの構造異性体の中の一つである。ニコチン酸とニコチン酸アミドを総称して、ナイアシンと呼ばれる。ナイアシンは、ビタミン B 群の中のビタミン B3 にあたる。1867年に、アルカロイドのニコチンを酸化して得られるカルボン酸として、発見され、ニコチン酸という慣用名が与えられた。1911年に、 鈴木梅太郎及びシーファンクラが生体よりコーペラグライン種として単理した。ニコチン酸がビタミンであることは1937年に CAL バジェムによって明らかにされた。20世紀末頃で世界中の1年間のニコチン酸の生産量を合算すると1万トン以上に達していた。ただしその大部分は飼料用として生産されていたものであって人に用いる。 食品添加物や医薬品用のニコチン酸は全生産量の1割にも満たない量であった。酸位に即差を持つベータピコリンなどピリジン誘導体を硝酸やカマンガン酸カリウムなど強い酸化剤で酸化すると得られる。またピリジン管を構築する方法でも合成される。ニコチン酸とドートの塩は水に溶けにくい。動物、菌類では生体内で トリプトファンからキヌレニン酸、ヒドロキシアントラニル酸を経由して、一方、植物や細菌では、アスパラギン酸とグリセロール禁煙代謝物質である C3 ユニットとから生構成される。生体内では、ニコチン酸を部分構造に含む、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドや、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸が、酸化還元酵素の水素受容体であり、補酵素として重要である。 コーペラグライン紙やビタミンとしての生態物質に付けられた名称がナイアシンである。A.B. ヤスギリューニコチンさん、岩波生物学辞典、第4版 CD ロム版、岩波書店、1998年。谷村昭夫、食品添加物の実際知識 P126、P127 東洋経済新報社1992年4月16日。 発行 ISBN4 から492083499、谷村昭夫、食品添加物の実際知識 P127、東洋経済新報社1992年4月16日、発行 ISBN4 から492083499、長倉サブローラ、ニコチンさん、岩波理科学辞典、第5版 CD ロム版、岩波書店、1998年、 ありがとうございます。